ピュアスマイルさんよろしくお願いします、えー、カ株君おはようございますキレキレのステップで話題,話題となったア後さんのアシュラちゃんに勝手に意味付けをしてしまいました、えー、この曲は私失敗したいんでで有名なドクター x の主題歌です、えー、羽生選手の失敗しないという えー、決意がが込められているような気ししました、えー、羽生選手はそんな意味も知らずに、えー、選曲をしたのかもですが、えー、この曲に限らず、すべての選曲に何か深い意味を感じます。なるほど。いや、この Ado さん、僕は初めて知ったんですよね。羽生選手の演技のおかげで。で、ドクター x の主体かということで、うん、ちょっとついていけませんけど、えー、なるほどですね。そういう失敗したいんでっていうところが、 えー、関係していたんでしょうかねうん。ミキミさん、どうもです。えー、カブくおはようございます。プロローグギフトのブルーレイ &DVD か、えー、時間を空けての、えー、発売かなと予,測予想で。収益の一部を寄付するならば、えー、その方が長く援助できるし、えー、期待して長に待ちます。うん。ね、どうでしょうかね。あのプロローグのね、えー、発売もね、 あるんでしょうかね。うん。えー、ここら辺はまあ、続報待ちにはなりますけど、まあ、おそらくまあ、収益の一部寄付されるんじゃないかなっていう、えー、気はしますよね。うん。アルキさんよろしくお願いします。えー、カフ君おはようございます。えー、昨日から何回もギフトの配信を見ていました。えー、どんな場面も見てほ見てあ見ても本当に良かったんですが、やっぱり最初の登場の仕方でしたね。 うんどきも抜かれてしまいましたえ。羽生さんの演出は本当に素晴らしかったです。え何よりもあの論プを見れたからです。えー、あの五輪での、えー、思いがけないアクシデントがあった論あなさえなければ結果はもしかしたら違っていたのだと思っていました。えもしかしたら羽生さん自身も、えー、トラウマになった。 なっていたのではと、えー、その思いを打ち消すように見事だった論歌部、配信で見ていてう,うるうるして、うん、いや、本当ですね。一方で逆にあれがあったからこそ、えー、今、このようなショーを、えー、でしてるところにつながってるっていうところも、まあ、少しね、考えられますけども、 うん、まあ何かこう道が決まってしまったのかっていう気はしますがそばにいた娘は大丈夫なんて心配してくれて本当に羽生さんからは大きな大きなギフトをもらいました。えー、これからはノッテティステラータと スターズ・オン・ワイス、そしてファンタジーと続くのではないかと思っています。で、乗ってステラタも、内村光平さんとのコラボも楽しみです。どんな内容なのか、そしてデビッド・ウィルソン氏によるシンプロの今リモートで振り付けの確認などを行っているようですが、3月には来日して、時間に指導をするようですね。楽しみ満載の羽生さん、すでにもうついていけない状態です。 ちょっと落ち着いて、これからのことを整理してみようと思います。えー、羽生結弦ポスター展のことも含めて、そして、やっとでプロローグのグッズが届きます。うん。えー、ピンクのタンブラが、やっとで、ね、手元へ、嬉しいです。いや、よかったですね。あのー、嬉しい、えー、ことが続いてますね。うん。あのー、そういうなんか、あのー、最近ずっと羽生祭り続いてますけども、えー、ま,あ、まだまだこれからも続いていくと考えると、ねえ、 うん本当にずっと気持ち高揚をしている状態で次から次へと情報も入ってくるんで、まあ、なかなかついていくのが難しいと思うんですけども、うんえー、レモンミカンさんよろしくお願いします。かぶくんおはようございます。以前、羽生結弦さんのショーの抽選に,つい,抽選抽選にいつも外れて泣いて埼玉県、えー、羽生駅でしょうかね。あ羽生駅かなをさまよっていた。えー ボシュメルレイさん。あ、ボシュメルレイさんね。あのー、この前話題になりましたよね。うん。どうしているのか、確かに気になりますね。チャンネルを覗いてみました。えー、ドームの抽選にも外れまくっていた。しかし、なんと、前日の追加席頑張ってゲット。えー、ステージサイドを取る。おぉ、よかったですね。えー、すごくないですかえー、自らゆずならぬ。めっちゃサービスしてくれるとも。よかったですね。うん。当日は物販を並んでたくさん買った。えー、ボラブルソン買ったらすごい荷物。 アイスストーリーってどういうことと思,思ったけど、波、え、乳、ー、譲るストーリーだとよく分かった。アイスショーで炎を使うのもめちゃめちゃ攻める。うん。エヴァを、えエヴァみを感じる。シンジじゃん。えー、あ、メタ認知感溢れる演出。で、えー、ホプレガからのあの夏へのつながりがめちゃくちゃ好き。ユズの衣装がフレディ・マーキュリーみたいに。えーな、だんだん語彙力がなくなり。ワーキャート。 え、ゆずは私の画面を見てくれているという部分があった。の方ですね。アンコールの後、ぐるぐる回っているときに、えー私あ僕、私のことを見てくれ,ああれね、私のことを見てくれた。僕のことが泣かせる。えー、彼女は、ノッテ・ステラータ3月11日、えー、狙っていた11日を取ることができましたあ。よかったですね。うん。ねおめでとう。よかったね。羽生さん、ありがとうございます。ねということなんで、あの、ねえ、えー、なんだっけ。 あのボシュメルさん、ボシュメルさんかなボシュメルレイさんね、話題になりましたけど、よかったですね。いつもなんか取れなくて、ねえ、あの、さめよ、なんだ、そういった、さまよってたっていうか、ね、あの、朝さまよってたか、ねえ、らしいですけどもね、レッドレーて安心、安心なのかなうん。 アーニャさん、よろしくお願いします。えー、カブさん、おはようございます。えー、ギフトは、彼の弱さや心の闇、葛藤を育て出したからこそ、えー、魅力が深まったんだと認識しています。えー、羽生さん自身の魅力としても同様、えー、ポジティブな面ばかりが人気の要因だったら、えー、ここまでの多くの人を魅了したいのではないでしょうか。うん、もうそう思いますよ、僕も。なんとなく、なんて言うんでしょうかね、そういう,こう、まあ、心の部分、えー、いろんなポジティブ、ネガティブな闇の部分、 もう含めて魅力があるんだと思います、うんえー、すごくドラマがあるんですよ、そこにで。だから確かに見ていて辛い部分もありますが、それを含めて羽生結弦なんだと思っています。私も心理学や精神分析の方は好きで読んでました、えー。前のコメントで書いたエヴァンゲリオンもそういった要素を取り組んでいる、えー、取り込んでいるアニメなんで、えー、通じるものがあったのかもしれないですね。あ、あのそうなんですね。エヴァンゲリオンっていうのは、えー、心理的な要素も、えー、結構入ってるんですね。 うん、僕も結構心理学とか好きですよ。あのメンタリスト d a さんの、えー、動画ですけどずっと見てましたね、うんえー。で、精神分析の動画、あの本はちょっと見たことないんですが、こういう系の話すごい好きなんで、うん、あのなんか読んでみたいなとは思うんですけどもね。うん 子さんよろしくお願いします、えー。羽生さんのすごいことの一つに、コマーシャルでも撮影でも、今回のようなショーでも、周りのスタッフが、えー、何事も真摯に向き合って、一生懸命努力する、えー、羽生さんに魅せられて、えー、彼を支えたい。 彼に最高の力で答えたいと思わせてしまうところですね。乗ってステラータに出演依頼を受けた。ジェイソンさんも、あのユズの頼みなら何でもすぐに OK するよって言っていた理由も、彼が軽々と演じるプログラムを同じオーサーチームにいたとき、 あの,あ,あの演技はこんなにも真剣に、えー、取り組むユズの努力の結果だと気づいたと言っていましたね。うん、で、七海先生に指導を受けていた頃、主、え、題、ー、で彼は天才かと聞かれた,聞かれた先生は、 彼は努力の天才ですねと答えていました。誰もが自分の力を羽生さんにすそ、えー、たくなるんですね。うん。素晴らしいことですね。だからこそギフトの成功にもつながるんですね。えー、11人のダンサーも素敵でしたが、羽生さんと、えー、演じるからには、えー、彼女たち、あ、えー、ブーブーになっちゃいました、ね。彼女たちも最高の演技で答えたいと思ったでしょうね。ちょっとお待ちくださいね。はい、本当ですね。 あの羽生選手努力の天才っていうのありましたけどまあそれとそれとともにですね情熱の天才だなと思いますねうんあのここまで情熱を持って、えー、やれる人っていうのは少ないかなと、うん、そしてそれをですねすべてこう、うん、皆様に届けるっていうその情熱のあり、うん、情熱の天才だなと僕は感じますようん。 195T さんおはようございます、えー、ギフトの夢からまだ覚めていませんいろいろな場面がくるくる回りっぱなしです でも、同様の方も多そうですね。えー、そうなんだから、昨日待ちに待った PS5 が届いた、あ、ねえ、というのに感動が薄くて、本当ならウキウキで設置するとこのはずなのに、えー、淡々と作業して設置完了です。一応ゲームを開いてみたり、えー、画像やっぱめっちゃ綺麗とか思ったけど、えー、心こりあらずで、しばらくゲームはお休みかな。えー、で、ベイシティローラーズ出てきたので反応します。バイバイ、ベイビバイバイ、ベイビー。 サ,サタデーナイトなど懐かしいです。1970年代のバンド、アイドルでとっても人気、女性がありました、えー。スコットランド出身のバンドなんで、えー、トレードマークータ,タ,タータタンチェックで、えー、衣装のどっか化者に取り入れていましたで。羽生さんファンが黙々着ていくみたいに、えー、ベイシティ・ローラーズのファンも、えー、フ,ァンショファッションにタータンチェック チャックを、あ、タータンチェックを取り入れてコンサートを行ってました。うんなるほどですね。そういうことみたいですよ。うん。で、確か何度か来日もしたはず。でも、見ることができない人がたくさんいるので、えー、各地でフィ,あフィルムコンサートなどやってましたよ。えー、なるほどですね。で、えー、っと、私もフィルムコンサートへ行ったことがあります。えー、小さな会場のフィルムコンサートでも、ファンはタータンチェックを身につけていました。 えー、まだネットもないし、情報例は音楽雑誌などしかない頃なんで、動く姿を見れるということは、その当時はすごいことだったんです。懐かしいわということですね。皆さん知ってますかねタータンチェックとか、あ、タータンチェックフィルムコンサートとかね、うん、ということなんですけどもね、昔の、昔といいますか、以前の、ねえっと、やっぱりかなり様変わりはしたかと思いますけども、ね、今みたいにネットで簡単に見る時代ではありませんので、まあ、やっぱ会場に行くことが、やっぱりこう、久しぶり、あの、 なんだその人に会うことができる、えー、チャンスだったりもするので、まあ、結構濃いのかなと思いますよやっぱりうん悦子さんも言ったです私はドームのギフトあると思っています羽生さんが最後のところでまぶ、えー、眩しい光に向かって未来のことは分かんないけど僕は向かっていくギフトへ的なこと、うん、言ってたらしいあ言ってたらしたと、えー、勝手に解釈してファンじゃなくて続くだと思いました道、うん、えのー、ームの え最後あ空間でないと表現できないことがあるとも言っていたらしい、言っていたらしたと思うので、空耳かなということですね。うんね、あの、ギフトという名前ではなくて、東京ドームで違うショーをするかもしれませんね、羽生選手ね。うん、あの、また演出を全然変えて、でもその時はその時で、まあ、それこそね、わかんないけど、僕は向かっていくっていうところが、 まあかと思うので、うん、まあその時の気持ちとか、まあ、また状況って変わるかと思うので、えーね、あのでも東京,東京ドームでやるのかなって僕も感じますね。次はどんなショーを見せてくれるのか、まあ、一つずつっていうことでしょうかね。うん えょ、ー、うさん、よろしくお願いします。株くん、皆様、無事ですかいや、皆さん、無事というか、もうね、頭、空気でる回ってて、まだ失神中の方、多いんじゃないかと、うん、やっと冷めてきてっていう感じでしょうかね。第8、だ第,7第7印象かな、今は。うん、おばあちゃん、ドームリフトもらってから、ゆずちゃんに魔法をかけられたのか、未だに固まってます。40分休憩、トイレ、長蛇の、あ、そう、トイレ、これ、大丈夫ですか。トイレ、長蛇、長蛇、うん、40分必要だった。 いやーすごいですね、やっぱりね。もうトイレがね、やっぱね、ちょっと嫌なんですよ、僕もね。うん。その中、休憩中、インタビューを見れたんですね。あ なんかそうらしいですよ。早く行ってよ。トイレ行かなかったのに残念。うん。いやーでもトイレ行かないとお腹壊しちゃいますので。まあこうトイレ問題が会場で一番や嫌なんですよね。結構トイレの、トイレ社会学ってなって結構面倒くさかったりするので、結構トイレってあの行きにくいですね僕ね。うん。後半ゆずちゃんうち頑張りました。私たちも有名アーティスト様もすっかり魔法に変わりました。もう前に進んでるでしょう。おばあちゃん追いつかないと。 羽生選手の思いはあるんだけど、えー、どこからあ、どこからあんなパワーが出るのか、不思議ちゃんです。うん。羽生選手には安心できる人、必要ですよ。おばちゃんなるで、いつでも言うてや知らんけど。うん。こんなおち、あ、こんなオちですみません。でもおばちゃん、羽生譲る、人間が好き、面白いですよね。羽生選手は面白いと思いますよ。うん。本当に、あの、 情熱もさっきも言いましたが、情熱と、えー、まあど努力もそうですけども、僕、情熱がまずなきゃあそこまでできないと思いますね。うん、本当に情熱とまあ好きという気持ちと、うん、なんかこう、楽しんでるのかなというかね。 そういう、なんか、なかなかできないですからね、本当はそこまで。うん。おそらく紅白歌合戦もね、えー、まあ招待されたと思うんですけども、でも、あの、そこでもですね、いろいろ勉強に変えていったりとかして,たらしてたのかなって思ったり、うん。いやー、情熱に満ち溢れてるなって思いますね。はい。えー 花束好きさんんんよろししくお願いします、えー、カブ君こんばんはちょっと油断をしてたら、もうギフトの感想だ、7段。そうなんですよ。うん、まあ、あのね、私はライブビューイングとディレイビューイングえ2日続けて見てきましたえ。もちろんディズニープラスもおにぎりピ、ガンしています。私が落ちたロンカップ、緊張しましたね。うん、あねいや緊張感漂ってきましたね。いやなんかまた失敗したらどうしようってちょっと一瞬思いました、僕。うん。でも4回転サルコー決まったから、ほんとよかったですよね。最初 のところ演技前え会場から男性の声で「頑張れ!」という応援の声が大きく聞こえたのは嬉しかったらあ,あったんですね。 なるほど、うんえー。男性の声でということでね。なるほどですね。いつも難しい方の道を選択するのが羽生くんなんですね。ロンカップやってくれて本当にありがとう、うんあの。羽生選手のイメージはそうですよあの。山を登っていくイメージですからね。彼の場合は。えー、険しい道をこうあえて選択して、えー、その壁があってそれを打ち壊してこう登っていくイメージですね。 うん、あと、最後、集会後のえー、挨拶で、めちゃくちゃ辛いこともあったけど、えー、スケートが好きでよかったですと言って、えー、感情を爆破させるように滑ったシーン、ぐっときました。うん、で、多分アドリブかなうん。いろんな感情の表しだったんでしょうね。私も、涙腺が崩壊しました。うん ね、本当にしかも彼自身も初めての愛称、東京ドームということなんで、いろんなこう分かんないことも、ね、どうなるんだろうっていうその、まあ、不安というか、不安もこう楽,楽しみに変えちゃうのかっていうね、もう本当に羽生くんは世界の宝です。えー、銅像でも立て,あ立てたいくらい、ああ、いいですね、これは明暗ですね、うん。羽生銅像ってこれできそうな気がしますね。ここれれでできるんじゃないでしょうかね、うん、いやこれはあので 僕はできると思いますよ、えー。他にも感想はいろいろありますが、えー、ここら辺にしますね。えー、それでは勝手にこれの羽生君、九州に来て、うん、九州に羽生君を呼んでますからね、皆さん、九州の皆さんが、えー、株君テレビを羽生君が、スタッフが見ていると信じて私。うんであの あの九州、羽生ファンが非常にあの多いですからね。あの、歌舞伎くんテレビの視聴者の方、は結構、九州の方、多いので、え多い、まあ、結構、九州で羽生さんを待ってるという方、多いですからね、ぜひぜひ、九州に、うん、行ってほしいなっていう気がしますけどね。でも、羽生くんどうぞ立てるって、これ、明暗ですね。うん。もう本当に、これはありえるかなと思いますよ。 うんまあ、次の、まあ、リンクでもいいし、えー、なんかどっかに羽生銅像が出来上がるかどうか、これは可能性としては非常に高いんじゃないかなと思いますね。うんえー、195 t さん、ありがとうございます。えー、ギフトを終えた後の羽生さんへのインタビュー記事の一部抜粋、えー、ここで話題になっていたユングのペルスナ、出てきたんで、えー、その部分だけ、やっぱりユングでしたね。 うーんなんだろうなんか魂っていうよりも僕の中ではペルソナっていうユング、えー、心理学の言葉があるんですけど皆さんそれぞれ社会にいる時に使っている自分の顔だとか仮面だとかそういったイメージで考えてくださると僕にとってこうやって喋っている時だってきっと自分が見せたい羽生結弦を出しているんだと思いますしでもきっと話しながらも心の中でくすぶっている羽生結弦もいるんだなって思っていますし うん、それは多分僕だけじゃなくて皆さんが思っていること。 だから、なんて言えばいいのかな、えー、少しでも自分自身が思っている、皆さんが思っている、えー、その本質的な皆さんと、えー、そのペルソナの皆さんを何、何か少しでも、何か認めていけるような、何か認めてあげれるような、えー、時間になったらいいと思っています。うん。何かがすごいですね。多いですよね、やっぱね。ね。ということなんですけども、あの、このね、まあ、心理学も一体化しちゃう。まあ、これも勉、羽生さんも多分心理学とか多分ね、勉強して、 あの今回の賞、挑んでると思います、挑んでると言いますかね、やってると思うので、まあ、だから、結構な面白い側面が多いのかなって思うんですけどもね、うん。なんか、スピリチュアルも感じながら、科学も感じるっていう、不思議だなって思います。 後部陽子さん、どうもです。えー、歌舞伎君、おはよう、カブ君、読んでくれてありがとう、えー、ギフト感想をもうちょっと、えー、詳細は皆さんが書いているので、私の思ったことだけ、えー、ギフトは羽生結弦選手がいつもフィギュアスケートは音楽との融合と言っていたけど、本、え、当、ー、コンサートのような相性のような、すごい公演でした、うんえー。生演奏で、しかも東京フィルハーモニー交響楽団がでできるスケーターは音羽目がすごい羽生結弦選手だけでしょう。うんえー東京 東京ドームの大きさに負けないすごかった、す晴らしかったですね、本当にね。もう東京ドームすべてが本当に、まあこう、なんかその空気感っていうのも、えー、っファンの皆さんの空気感も良かったなっていう感じがしますね。うん。まあ東京ドームっていうのが、僕は行ったことないんで分かりませんが、映像で見る限り、演出が本当にそのね、 何て言うんでしょうか一体,感が一体感がありつつもですねちょっとこう別世界にいるような感じもあるっていう不思議な感覚でしたねうん、えー、1 9 5 t さん余談ですが「ペルスナというシリーズものの、えー、RPG ゲームがあります、えー 『女神天生シリーズの派生作品で、えー、ペルソナ、自分の中に眠る、えー、もう一人の自分が、えー、年代の神や悪魔の姿となって、えー、出現したものに、目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困難にあらがい、成長していくという物語です。へー知らなかったですね。うん。ペルソナっていう言葉を今回、羽生選手のおかげで初めて知ったので、えー ちなみに私は、女神転生は、初期の頃はやったことはあるけれど、ペ、えー、ルスナーはないです、うん。で、人気があるし、面白そうで気になったんですが、えー、シリーズもんでたくさんあるので、ついてはいけない今あ、ついていけないままで今に至るんです。うん、ゲーマー、羽ー結弦は、もしかしたらやったことあるのかもと思っちゃいました。うん 全く、えー、あ,のあれですけども僕もやったことある気がしますよ。うん、なんかいろんなことやってねそれもその経験とかも活かしてるのかなと思いますやったことあるんじゃないかな分かりませんけどね、うんまあ、あのいろんなゲームからもこう学んで、うん、いけると思いますので、ね、そういう羽生選手たら可能性あるんじゃないかなっていう気がしますね。うん えー、ピアス・マイルさん、よろしくお願いします。えー、カブ君・君ユングとか、ペ、えー、ルスナとか、私のキャパオーバーです。レザンも、私は考えるな感じです、考えるな、感じろです。考えるな、感じろです。結構ね、難しいですよね。いろんな側面から、羽生選手、こう、なんだ、えー、学んで、ね、作品作ってるのかなと思いますけどもね。うん、僕も感じろですけども、まあ、その後のこう、なんだろう、皆様のコメント見て、こう学びがこう増えていくっていう、なんか、おいですね。うん えー、藤原う子さん、よろしくお願いします。株、えー、くん、お疲れ様です。えー、ただいま、何回目かの、えー、ディズニープラスを見ています。何回目かの、えー、羽生ゆずるギフト東京ドーム公演、それが僕なんだ、それは鼓動から始まった、えー、鼓動、宇宙、えー、地球、東京ドーム、あ、東京、 ドーム、えー、全てが美しかった、うん。29年前の今頃から決まっていた。羽生結弦の鼓動は始まっていた。そして今日、この時まですべてが必然だった。6分間練習、ロンカップ。 え客席が映し出された羽生選手と一体化され、すべての思いは満たされたえ。力強く最高に美しかったで。今までたくさんのことを経験し、たくさんのことを知り、現在に至るまでの儚くも美しく、美しいゆえに儚ない。私たちは皆,皆知っていた。今この世の中のすべてを分かっていたかのように、彼は振る 彼は舞い、彼は語った。私たちはそれを感じ得る時間をいただいたことに感謝したい。ありがとう、羽生結弦。天からの贈り物を確かに私たちはいただいた。受け取った。うん。動、え、物、ー、の中は満天の星、その星空が、えー、彼を照らした、えー。君にはですね、秋見にしか出てないことがあるよ。えー、これからも大切なものたちとの、あ、 大切なものたちとの日々が始まる。うん、で、えー、これ、ものっていうのは、このものっていう感じを使ってるっていうのが結構いいですね。うん、あの結構、羽生選手は、えー、プログラムのことも、プログラムたちって言ったりとか、そういうなんかね、えー、ところがなんかまたいいなっていう感じがしますよ。うん、この公演には、えー、鼓動息遣いが聞こえた、えー、切なく悲しく、えー、だけど嬉しく温かい行動、息遣いが聞こえた、ありがとう、みんな、えー、大丈夫だよ。 大丈夫だよ。フィギュアだけではなく、羽生結弦というえジャンルにしたいと思った。うん、で、えっ、ー、とえ、あの広い空間で表現できるのは、 羽生譲るしかない、しかできないと思ってもらえるようなものを作りたかった、えー。たくさんの皆様のお力を借りて、彼だからこそ借りられた。うん。そして未知なるものを表現を作り上げたんだ。カブ君いつもありがとう。感謝しています。おばあは楽しみにしましたよ。うん。いやね、僕も楽しみましたね。ただ全然すべて見てるわけじゃありませんけどもね。うん。あと、あと羽生選手が、えー、このギフトのあたりで出した、えー、僕のことっていうね、動画を見たんですが、 あれも本当に素敵でしたね,、うんねあのー、本当に演出もとても素敵で、えー、昨日も、えー、寝る前に、えー、羽生選手の動画いくつか見たんですけども、やっぱりね、うん、とても癒しがあるなと思いますね。うん、氷の削る姿とか、あの音とかも含めて一体感があるなと、うん、いうところで、ですねやっぱりこうなんか何かこう、ね、感,じ感じてしまうスケーターだなって思いますね。うん はい、ありがとうございました。では一旦動画を止めていきたいと思います。